おはようございます。本日はですね、平塚にてサーフィンセッションを行っております。1個前の動画でね、多分見ていただいたと思うんですけど、インアンセッション、久々にサイズのあるブレイクでやれてたと思うんですけども、本日はですね、ショートボードセッションということで、まあ、今回一緒に来ている堀越るい君と一緒にセッションやっていくんですけども、るい君がニューボードをゲットしたので、まあ、それのテストですね。久々のサイズのある波で結構見応えのあるコンディションなんで、ボードもかなり試しやすいコンディションとなっております。まあ、ぜひ最後まで見ていただけたら面白いと思うので、よろしくお願いします。るい君、おはようございます。おはようございます。じゃあニューボードセッション、はい、念願のということで。念願の来ました。楽しみですね。はい、超楽しみです。ボードの紹介からお願いします。はい、これはシャープアイサーフボードの初77、はい、来ましたね。はい、新しい77、はい、自分の中では新しいモデルなので、はい、まだ1回も乗ったことないんですけど、はい、ちょっとこれをサイズある時用の感じでちょっと長めにしたんで、はい、作ったんですけど、今日はサイズあるんでこれを試したいと思います。いいっすね。はい、そしてデッキパッチもニューになってますね。はい、新しくダカイン様にスポンサーしていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。全て新しいフレッシュな、超スーパーフレッシュですね、はい、状態で、まあ、これのサイズなんですけど、はい、長さが59.5で、59.5、幅が 18.5、そして厚みが 2.28 なんで、はい、あと25リッターですね。25リッター、はい、いつもよりは大きめ、大きめにしてるで作って、まあ、サイズある時用なんでこのぐらいでベストかなって。あと海佐くんとも作る前に話した時に、はい、あの77はちょっとこう思ったよりも薄めで来るという、あ、そうっす、ボリュームが少なめで来るよっていう風に言ってたんで、はい、普段 24.7 リッター最近乗ってるんですけど、はい、25リッターにして大きめでも持った感じ、 どうすか25リッター良さそうっすね。全然問題なさそうっすよ。はい、それこそあの前海佐くんの乗ってたストームズ、はいはい、自分がずっと乗ってたやつもちょうどこのぐらいのサイズ感なんで、うんうんうん、すごいいい感じです。あ、調子良さそうです。ちなみにフィンは今日どのフィンを使ってやってるんですか。今日はアルメリックのラージです。ラージ普段アルメリックすごい使うことが多いんで、はい、ミディアムが多いんですけど、はい、使い慣れてるフィンをとりあえずまずはつけてみて、そうだ、ね、どういう感じになるかっていうのを試したいなっていう。わかりました。はい、じゃあ平塚セッション、はい、楽しんできてください。お願いします。さあ、るい君の念願のニューボードセッションが始まっていきそうです。楽しみですね。まずは板を折らないことだけはお願いしますという感じです。さあ、そしてカメラマンのゆうすけくんも登場です。水中でね、素晴らしい写真を撮ってくれそうな予感がしております。波のコンディションはですね、潮がねだいぶ前回の動画より引いてきて、素晴らしい波も入ってくるようになりました。ただ基本的には見てください、ワイドブレイクとなっておりますが、このようにね切れたブレイクもたまにあります。ただ基本早いですね。今ボディーボードのプロの方が乗っていますが、早い、めちゃくちゃ早いですが、右の方はちょっと切れ目がありそうなブレイクもありそうですね。ルイ君はアウトに出ていきました。さあ、どんな波を狙っていくのでしょうか。楽しみです。ルイ君まだ慣れてない感じですね。77のボードの特徴はですね、やはりドライブ感、ボトムでの伸びですね。お、乗っていかないですね。しかも裏に超ラインナップしてます。ふわーっと、さあ早速ルイ君使ってしまいそうです。さあ裏もすごいラインナップの波が来ております。これも食らっちゃいそうですね。あー、さあ、るい君走っております。
まさにトライアスロンやってるようなね、パドルして波に乗って浜を走ってまた泳いで、ハードな戦いとなっております。セットが来ております。アルエ君今ねちょうどラインナップの一番手前かな、これかな、これですね。もうギリギリ回避していきました。まだまだ波が来ております。ちょっとサイクルがこのラウンドは合ってないように見えますね。うわまた来たっすね。ちょうど潮がね引いてきて波の反応が良くなりすぎてしまってます。さあボディーボードの肩がいい波に乗っております。お、チューブ、あー惜しい。まだリズムがつかめてないような感じですね。まずはねいい波を落ち着いてキャッチするところからねスタートしていかないと、気持ちがちょっと先走っているように見えます。リズムを合わせていけるようにちょっとここから頑張ってもらいたいところです。セットが入ってきております。さあ右の方にも来ておりますが、左の方ちょっとレフトじゃないですね、これライトかな、ライトのブレイクが来ております。一発でしたがバックサイドでね鋭いスナップを見せてくれました。この一発からね流れを変えていいレフトもねキャッチしてもらいたいところです。いいターンを連発してきましたがまだ慣れてない感じですね。しっかりとただいい波をキャッチしたのでインサイドまで繋いでいって最後のセクションでうまく決めれずワイプアウトしてしまいました。ただ2発目のレイバックのね扇形のスプレー77はねレールがしっかり入るとああやってスプレーが飛ぶので、そういったところもかなり魅力的なモデルの一つです。すごいラインナップがそうな気配がしております。さあ現時点のルイ君のポジションは右の方ですね。ちょっとパドルの回転が若干疲れてきているように見えますが、とりあえず食らうことはなさそうですね。メラメラセットが入ってきております。ルイ君の前にセットが入ってきて、うわこれ食らっちゃうんじゃない、うわちょっと見えませんが裏ですね。食らったか大丈夫か、結構パワフルなブレイクなのでどうでしょう。食らってます完全に食らってました またこのスライドから沖に出て引きます。ちょっと嫌そうな雰囲気をすでに出してきております。さあどうするのか、戻るのか、さあ悩んでます。さあどっちだ、戻ります。それが正解かもしれません。ここのゾーンがね意外とハードなんですよね。上がってきます。ルイ君お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと77の初の感触、はい、この波と合わせるの難しそうでしたね。いやめちゃくちゃ難しかったですね、はい、なんか今乗った感じだと、うん、すごい掘れてる波とかは調子いいのかなって、うん、ただ軽いセクションになっちゃうと、うん、なんかラウンドテール乗ってるような感覚っていうか、はい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 、すごいこう反応はいいんですけど逆に良すぎちゃってこう食い込んでっちゃうというかレールがでこう引っかかっちゃうのが結構あったんで、うん、ちょっと自分の思ってたそのボードの感触と全然違ったんで、うん、まあ、面白かったですけど難しいですね。ボトムのドライブ感がすごく、はい、この77売りなんですけど、うん、他のモデルとやっぱちょっと違くて、はい、伸びどころが若干そのシャーパーの中でもモデルの中でも違うんですよ、ね、全然違います。なんかいつもの技を合わせに行くタイミングとはまたこう違う
角度からこういかないと合わないっていうか、ちょっといつもの感覚でいっちゃうと遅れたり早かったりみたいな、はいはいはい、そこのこう合わせ方がすごい難しかったです。新しい感触で全然違いました。ワンテンポ遅れちゃったりしてることが多かったから、はい、77だともっと早めにターンし始めてもいいかなっていう時は多かったかな。自分のいつもこうなんていうんですか、当てるセクション、うん、なんかこう噛み合わないなっていうのがあったんで、はいはい、ピンもミックとかの方が調子もしかしたらいいのかな。まあ抜けすぎちゃうんであれば、はい、そっちの方がいいかもしれない。まあいろいろ試してみるのがいいんじゃないですか。そうですね、もう1ラウンドやって合わせたいですね。そうっす、はい、まあ1本いいのあったっす。あ、いい波に乗れましたね、うん、波のサイクルも合ってなかったから、はい、ああいう波キャッチできれば、はい、多分もっと慣れてくると思う。そうっすね。アクションできる波乗れたら合わせに行けたと思うんですけど、その余裕が出せる波全然なかったんですげえ食らってたもんね。めっちゃ食らいましたね。握っても食らうし、沖でも食らうしみたいなね。波自体がまあ難しいんで、まあ、ボードももちろんその癖はあるけど、はい、波に対応できれば多分もっとハマると思うんで。一歩あのバックサイド乗ったやつ、 あれとか良かったよ。なんか乗った時にいつもとこう違う感覚っていう、すごい自分でコントロールできるなっていう感じがなんか分かったんで、バックサイドの掘れたやつとかすごい調子いいかった。そうですね、はい、まあ、どんどん慣らしていきましょう。はい、さあ僕も今日はショートボードセッションやっていきたいと思います。サーボードはハワイにも持っていったシャープアイサーボードの HT2.5 です。長さが 5.10 ハーフです。でリッターが 25.3 リッター、ルイ君のボードよりはねちょっと広め、幅も厚みもリッターもちょっとあるようにしてあって、はい、モデルの売りはこのチャンネル、抜けがいいチャンネルにテールエリアがなっていて、でスワローですごく抜けがいいモデルとなってます。ピンは一応今日はミックの ミディアムから変えてミックのラージにしました。まあ、サイズがあるんで結構ドライブしたサーフィンをした方がいいと思うんで、ちょっとこのセッティングでテストしてみたいと思います。お願いします。お願いします。ショートボードセッション、カイサ君が今1ラウンド目入水していきます。潮が引いてきてどんどんセットが入ってきているように見えます。結構ダンパーなブレイクが多いですね。一瞬良さそうには見えるんですけど、乗るとめちゃくちゃ速いです。またセットが入ってきます。これカイサ君でしょうか。食らってますね。わ、もう一本入ってきてます。わ、これも食らいます。入るとパワフルな波なので、自分もそうだったんですけど、セット食らうともうドルフィンが効かないですね。お、カイサ君は今回避していますが、自分の時は吹き飛ばされてましたね。しっかりボードを掴んでドルフィンするんですけど、スポーンって吹き飛ばされてしまいましたね。ここでかなりスリーコンボ決めてきます。さすがですね。ターンとターンのつなぎ目もね、本当にこう綺麗で、一筆書きでねサーフィンしているような感じに見えます。次のラウンドはね自分もしたいです。ボードを真っ二つに折ってしまっている方もいます。この難しい波の中でもまたもや3コンボを決めてきました。今の波はね、最初スープにうまく2発合わせてからエンドセクションでピンアウトを決めてましたね。あのエンドセクションも意外とこうパワーが強くて難しいんですけど、しっかりとこのボードをコントロールしてメイクしてきます。すごいセットが入ってますね。これかなり形いいです。
たまにこういうね、形のいいセットが奥から入ってくるんですよね。なかなかキャッチするのは難しいです。またしてもすさまじいライディング決めてきます。あの一発目のカーブすごかったですね。ラインがめちゃくちゃ太かったです。その後のリップもかなりキレキレで、今日は海沙君絶好調です。やはりこの平塚の、ね、波を熟知しているように見えます。少しずつ風も強まってきました。そこまでまだ面に影響はないので、まだまだできます。またもやいいライディングしていきました。そしてそのまま沖に出ようとしているのですが、結構波入ってきててかなり面倒くさそうです。意外と距離も遠いので、なかなかね、沖出るのには体力と時間がかかります。みんなセットを食らっています。さあ、海沙君はどこにいるでしょうか。いましたね。ようやく沖に出れそうです。おそらくあと1本で上がってくると思いますが、左の奥にね、おそらくうねりを見つけて今波を追いかけてます。ここは惜しくも最後決めきれずでしたが、これで上がってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや難しいですね、やっぱ入ると。でもめっちゃいい波に乗ってました。あ、まあ、波はね、はい、あのここもう何年もやってるんで、はい、熟知してるなっていうのがもうライディングで伝わってきました。そうですね。まあでも思いっきりヒットはできなかったんですけど、はい、ちょっとやっぱ引いてきて、こう波がこうなんだろうな、ソフトというか、はい、ここの波のポテンシャルって結構上げてるとすごい分厚い波なんですけど、はい、ちょっとペラペラなブレイクになってきたというか。見てるとすごいあの速くていい波見えるんですけど、乗るとマジ速くてすごい対応するのに難しいポイントなんですけど、いや僕は結構ずっと通ってやってるんで、乗るポジションであったりとか、そのうねりどっから入ってくるかとかをちゃんと読みながらやってたんで、それはこうやってきてよかったなっていう感じでした。めっちゃいいライディングが連発してたんですごかったです。手応えがあんまないんですけど、いや見栄えはめっちゃいいですよ。あのカーブとかもすごいライン太いし、うん、スプレー飛ぶし、リップとかもかなりキレあるように見えるんで、あ、本当めっちゃ良さそうでした。悪くないですね。はい、めっちゃ良さそうでした。フィンももしかしたらミックのフィンの方がアルメリックいつも使ってるけど、はい、意外と波が今柔らかくっていうか、はい、ちょっとフィットしづらい波になってるから、よりこうドライブしながらいけるフィンの方がいいのかもしれないから、ルイ君もこっちのフィンの方がもしかしたらいいかも。そうですね、ちょっとこれ使ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ルイ君もボードは引き続きニューボードで、はい、フィンをミックのフィンに変えて、海沙君のミックのラージ、ラージを、はい、ラージで大丈夫ですか。最近全然使ってないんですけど、はい、今日はセット来たらサイズもまああるんで、これでちょっと試してみてどうかなっていう感じです。セブンティーセブンと相性めっちゃいいと思うんで、はい、なんか乗った感じアルメリックよりもこういうなんかホールドしてくれて
こうターンが伸びるフィンの方が良さそうなのかなっていう感じはしたんで、まあ、もうちょい自分の乗り方とかもちょっと意識を変えてみて、そうだ、まあ、これがどうなるかっていう感じですね。テストしたいと思います。あとはやっぱ波、結局波なんで、いいところから持ってください。わかりました、はい、お願いします。いってらっしゃい。めちゃくちゃいい波が割れております。さあ、ルイ君はまだ沖に着いてませんが、いい波です。さあ、ルイ君は今そのポジションで波が行くのを待っておりますが、すごい波が今何本と来ておりました。このラウンドでルイ君、フィンを変えてね、どんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。まだウェイティングしております。ルイ君、ルイ君、素晴らしいフロントサイドの3ターンを見せてきました。波はレギュラーも入ってくるようになってきております。レギュラーのラインナップがすごいですね。ちょっと早いんですけども、効いてきて波がさらにヒットしているように見えます。今度テトラの方に走って、そこからまた沖に出ていきます。ボードの感触はかなり良さそうです。いい波が引き続き入ってきております。ルイ君は今手前の方にいましたが、ありました、ここです。気合を入れて沖に出ていきます。タイミングに当たって出ないとテトラね、バンバン来てしまうので、ただ今ちょうどいいタイミングなので沖に出れそうです。フィンを変えたので、ちょっとドライブ感が増したというか、フィットしたね、ボトムターンだったり、カーブなど、そういった技もね、ルイ君にマッチしてきているように見えます。今日はね、ミックのラージフィンの方がハマってるように見えますね。ルイ君、キレのあるね、バックサイドターン、そしてフロントもね、レイバック、しっかりレールを入れてフローのあるね、演技ができているんじゃないかなと思います。シャープアイの77とミックのフィンのね、マッチングがかなり良さそうに見えます。僕のね、HT2.5 でミックのフィン使ってたんですけど、ドライブして、自分の手応え的にちょっと分かんなかったんですけど、さっき映像見たらね、かなり良さそうだったので、このマッチングがすごく良さそうです。スーパーセットが入ってきました。ルイ君はちょっと手前にいるんで間に合わないかな。この手前も良さそうですが、裏も、うわ、ラインナップしてますね。すごいいい波です。ちょっと早いですが、この感じ久々に見ました。うわ、綺麗に割れております。このレイバックかなりボトムが長くてね、ハワイで溜め込んだ練習の成果が出たんじゃないでしょうか。ルイ君、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、よかったっすね。このシーン変えた瞬間超調子いいっすね。やばかったです。あと、まあ、スタンスもちょっと意識して、さっきより広めにしたんですけど、もう1本目から
いい波キャッチできて、いやもうドハマりしてた。なんかすごいこの77のモデルにこのミックのフィンやっぱ合ってるんだなっていうのが、こうアルメリックの時と違ってこう安定感もあるし、こうドライブしてくれるんで、ボードのドライブ感とフィンのドライブ感が最高にマッチしてる感じ。掛け算した掛け算でしたね、足し算じゃなかった。すごかったですね、びっくりしました。1本目でスプレーもすごい伸びるし、安定感もあったし。そうですね、1ラウンド目やっぱアルメリカちょっと軽すぎたっぽいね。そうですね、ターンも切れちゃうっていうか、伸ばすのも自分の力で引っ張らないといけなかったんで、これはもうボードとフィンの力だけでこう動かせるような感覚で乗ってても安心感があって、最後のセクションとかも当てに行く前に超余裕があるというか、このタイミングで行けばいいんだなっていうのが、さっき分からなかったその感覚がすごい分かったっていうか、めっちゃハマってました。全然違った、はい、最後のあのボトムターンのためとかもすごい良かったし、なんかあれもいつもだったらちょっとこう早く行っちゃったりとか逆に遅れちゃったりするんですけど、ドライブ感がすごいんで、すごいこう自分で調整してたっていうか、このタイミングを伺ってボトムターンしてたんで、すごいこのマッチしてる感じが分かりました。いやめっちゃ良かったっす、ね、最高でした。ハワイの成果もバッチリできたと思うし、はい、今まであの長いボトムターンはルークの中であんまできてなかったっ、ね、そうですね、あれは結構驚異的なボトムターンがレイバックだった、はい、いや本当このボードもめっちゃいいなっていうのが分かったんで良かったです。良かったっす、ね、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はルイ君のニューボードテスト、そして僕は HT2.5 テストしました。まあ、77もすごい良さそうだったんですけど、僕の 2.5 もね、さっき映像見たらめちゃくちゃ良さそうだったんで、どっちも良かったですね。どっちもハマってました。ハマってた、はい、まあ、ミックのフィンがすごく今日は2人ともテストしてハマってたんで、はい、こういう波やっぱりこうドライブしてくれるフィンがすごくあの相性がいいんだなっていうのをこうより認識できたんで、まあ、またちょっといろんな波でねやっていきたいなって思います。まあ、思ったよりねちょっとちっちゃかったんですけど、ルイ君もね最後のラウンドでボードを掴んでくれたんで、ね、はい、収穫のあるセッションになったなっていうふうに思っております。というわけでまたサイズが上がった時にね、ルイ君ここでもうちょいでかい時やりたいです。そうですね、ちょっとリベンジセッションまたやっていきたいと思うので、ぜひそのセッションも皆さんお楽しみにしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやマジックボード来ちゃいました、ね、いや来ましたね。もう最初ちょっと大丈夫かなと思ってます。いや大丈夫かなと思ったけど、ミックのピンに変えた瞬間本当にそうっす、もうハマる感覚が1本目にしてすごい分かったんで、はい、もうなんかだいたい調子いいボードって最初の1ラウンド目とかで分かるんで、うん、これダメなやつかなと思ったんですけど、もうフィン変えた瞬間もうこれでもかっていうぐらい変わってたんで、うん、やっぱフィンをいろいろ選んでチョイスするのも大事だなっていうのすごく感じました。まあ、ここのポイントの波質も多分2ラウンド目の方が乗りやすい波だったというか、こうそう待ってくれるような波だったから、はい、でプラスフィン変えたのと、はい、あとはちょっとスタンスを変えてもらったの、はい、全部がハマった感じ、もう全部が掛け算でハマっちゃったんで、いや良かったっす、ね、いや楽しかったです。いいテストができました。いやいいテストできましたね、はい、多分波ちっちゃい時ももしかしたらミディアムとかにしたそうですね、乗れるかもしれない、なんかいい感じかもしれないですね、はい、まあ、ちょっとまたいい波でやっていきましょう、はい、ちょっといろいろまたテストお願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ルイ君エクストロセッション入りました。30分ぐらいですかね、波がいいの来れば決めれると思います。
お疲れ様です。さあ、デッキが上がってきました。終了です。お疲れ様です。